はい、どうもこんにちは、アイエキッチです。と、はい、こんにちは。今日はですね、なんとすごいぞこれ、みんな、年末年始スペシャルキャンペーンっていうものがありまして、はい、こちら年末年始スペシャルキャンペーン、2020年12月6日から2021年1月8日に、長えな、おいと、ずいぶん長えな、1ヶ月近くもあるな、期間。はい、冒険者のお手かく便利ツールでね、年末年始スペシャルキャンペーンを開始しますということで、まだね、ちょっとね、こちらの冒険者お出かけ便利ツールを取ってないそこの君、もうぜひ取っとけ、これね。この年末年始ね、この2020年12月6日までにね、これダウンロードすればね、もうすぐ取れるからね、取っとけ。で、キャンペーンをやります、こちら。で、まあ、期間中はお得なキャンペーンが盛りだくさんということで、まあ、スケジュールがこちらの方書いております。これね、いろいろなんかね、イベントをやるみたいで、まあ、日付がね、ちょっとずれてるんだよね。10月3日から1月3日、12月16日から12月23日までとか、10月6日から1月8日まできっちりやるやつもいれば、その期間限定なのでね、まあそういう細かなね、期間が書いてありますので、こちらをね、しっかりとね、見ていただいてね、把握してください。まあね、こっからね、どんなイベントをやるかというのを、まあご紹介していただきます。はい、まず一発目、ドドン。はい、ログインボーナス。福引券プレゼント、はい、2020年12月28日の6時から1月、ね、8日の5時59分までね、5日間ログインでね、すると福引券が最大100枚ゲットしますよって、まあ、1日に20枚ずつですね。あ、違うね、これ。1日目が20枚で、2日目が10枚、3日目が10枚、4日目が10枚で、5日目になんとログインすると50個もらえるっていうね、50個なんだね、これ、福引券が。ね。なんかちょっとか、数え方がおかしいよね、これ。ね。まあね、ちょっとケチくさいね、やり方ですよね、これ。これ、福引券、1日目は20個もらえるよ。さあ、忘れがちなね、2日目、3日目、4日目、あ、4日目になるとめんどくしいなって気分になる。ねえ、そんなあなたに5日目には50個ドドンってなるよっていうね、まあちょっと汚くないね、まあすごいね、いいね、福引券やり方なんですけど、100万円もらえるということで、これ各キャラクターもらえるのかな、多分もらえるんだよね。うん。まあアカウント、多分1キャラじゃないと思う。例えば僕なんか5キャラいるんで、5キャラ全員100枚もらえると思うんだけどね。これ書いてないんだよね。一度福引きを受け取った場合は、翌朝6時以降に次のものが受け取るようになりますと。まあ1日1回ってことですね。朝6時に更新されますよということで。で、こちらね、じゃあ高木ちゃん、連続でログインしないといけないんですか？僕ちょっと忘れた頃にインするんですけども、そういう方も大丈夫。こちら、ログインは連続している必要はございませんので、まあね、忘れがちなね、そこのね、忘れんぼの君をね、安心して100枚受け取れるんでね。まあゆっくりね、やってください。はい、次。キャンペーン1。これキャンペーン 1? キャンペーン1だね。あ、これ何？ログインボーナスってことね。はい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 、ログインボーナスね。で、キャンペーン1。チャレンジミッション報酬倍増キャンペーン。キャンペーン期間中は、チャレンジミッションのクリア、コンプリートの報酬が倍増。はい、ね、倍増ですよ。ミッションを更新した後に出現したミッションにも適用されます。こちらが12月6日からのね、6時から。1月3日の5時59分まで。何これをバラバラにするんだろうね。ねえ、把握しとけよってことなのかな。お前ら片時もドラクエ10のことをね、頭から忘れんなよっと、そんな感じの運営のね、メッセージがね、ね、やってますね。はい、忘れんなよ。はい、でこれはどういうことかというと、こちらのね、上から2番目、チャレンジミッションっていうところ、こちらのね、上から2番目、チャレンジミッションっていうことを開いてもらうと、こちらね、ウィークリーミッション。まあ、いわゆる何かをしたら福引券がもらえますよっていうね、ミッションなんですけども、福引券を、今回は福引券を3回回す。次はね、職人ギルドで一発以内で、ね、納品をするということと。で、ミニビンゴを1回プレイするっていう形ですね。あとはね、よく使うセリフを変えたりとかすると、まあ、お題は様々なんですけども、はい、そのね、一つとしてね、こちら、職人ギルド依頼。これを一発納品する。まあ、でも言うてもね、一発納品、50ジェムかかりますからね、50ジェム。
ねえ、まあ、ジェムがちょっともったいないよという方はね、まあ、やらなくてもいいとは思うんですけどね、無理にして。はい、購入して納品する。納品成功、呪文速度チューアップの錬金成功しました。ね、ゲームの中では職人経験値687ポイントと、29,580 ゴールドをくださるようです。ということで、はい、ミッションクリア。このミッションが、まあ、クリア報酬の時に、クリアした時に、まあ、倍もらえますよってことですね。まあ、だから福利券10枚もらえるってことなのかな、これ。ね。多分これ経験値も倍ってことなんでしょうか。違うよね、これ。違うか。経験値はないのか。そうだよね。うん。ミッションを更新した後に出現したミッションにも適用されます。12月6日、12月13日、20日、27日の更新分のミッションが対象となります。ってことで、まあ3週間分、4週間か、4週間分適用されますよ。なので、まあ全部クリアすれば30枚ですね、1週間に。30枚もらえて、それが4週なので、まあさらに120枚福引券もらえますよっていうイベントなのでね、まあ福引券が足らない方はね、こちらをね、やってくださいね。はい、こちら、どどん、次。キャンペーンに出かけられ、超散歩玉無料キャンペーンってことで、これやってる人いるの？これやってる人いるのかなってぐらいの、すごい隠れイベントなんですけど、やってる人いる？これは。キャンペーン期間中、お出かけられ内に使用できる超散歩玉を無料で1回分プレゼント。はい、キャンペーン中に1回につきに1回ご利用のみになりますっていうことで、まあ、キャンペーン期間のみにしか使えないのでね、期間が24日から1月の7日までなので、これね、必ずね、忘れずにやってくださいね。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、こちらね、まあね、なんか歩けよっていうことなんだよね。お前ら引きこもってずに外を歩けよって、まあいう運営のお達しなんでしょうね。まあ、外はね、ちょっとね、病原菌で危ないのにね、っていうね。こちらね、次のエリアまでって書いてありますよね。2万5000歩。ね。これをリアルで歩いたら、報酬がその分もらえますよってことなんですけど、じゃあその無道の散歩玉って何ですか？はい、こちら。今回は超散歩玉。普段はね、180ゼムかかるんですよ。ね。それを今回無料1個分もらえますよ。じゃあ効果はですね、はい。1万歩分歩くまでの間、歩数が2倍になるってことで、まあ1万歩歩けば2万歩分歩くよっていうね、まあ、まあいわゆる元気玉ですよね。歩いた歩数分が2倍になりますよっていうね、お得なアイテム、まあお得なのかな？これあんまりやってないから、すごくお得感があんまりない。余計なこと言うな。ね。はい。まあそんなような超お散歩玉が、一回分無料でもらえますので、しかもこの期間中にしかちょっと使えないので、まあもらったらね、使うように。ね、もう勝手にこれ歩数ね、歩けばカウントされますので。うん。なので、まあ、ちゃんとしっかりもらってください。はい、次。キャンペーンさん、交渉心の依頼。報酬倍増キャンペーン。まあ、キャンペーン2期間中、職人ギルドの依頼のね、交渉心の依頼が、報酬が倍増するということで、こちらね、はい、こちらね、職人ギルドの依頼一覧、先ほどのね、こちら、交渉心の依頼の納品、一番上にね、まあ、高いよね、職人経験値204ポイント、ゴールドがなんと3万5000ゴールドをもらえるっていうね、これね、でもね、ジェム100ジェム使うんだよね。100ジェム。ちょ、まあ、このね、この報酬が倍増になると、ただし、気をつけてください、皆様。この一番上の依頼のみであって、他の一般の依頼は適用されませんので気をつけてくださいね。無駄にジェム使わないようにね。まあこれね、ちょっとやろうかね。うわ、痛いね。100ジェム。納品確認。確かに納品しました。補修。ギルドマスターに足掛けて受け取ってくださいね。ということで、ゲーム内でギルドマスターに喋、りかければ、こちらのね、報酬がもらえますので、しっかり経験値とね、ゴールドがもらえますので、ジェムが余ってる方とか、経験値欲しいよって、根こそぎ僕は経験値欲しいんですっていう方は、やってもいいと思うんだけど、ただ100ジェム使って、やれるのかっつったらちょっときついよね。僕はちょっと、やらないなぁ。やる？みんなどう？ 100 ジェム使って、この経験値とゴールドが倍ですよっていう。これ毎日だよね、多分。そうだよね。1月、?1 月1日から1月4日。これ期間短いね。これ、1月1日から1月4日の3日間。1、2、3、4日間か。
4日間の間が依頼の報酬が2倍ってことなんで、まあ、4日間で400ジェム400ジェム使うってことで、今回でもあれだよね、クリスマスっていうか年末年始のキャンペーンでジェムがもらえないね。これ毎年500ジェムぐらいもらってたんだけど、今年ないよね。あるのかな、追加で。はい、次、ドドン、キャンペーン4、望みの釣り堀、オールビッグ、出現キャンペーン中ってことで、期間、1月1日からこちらも、1月2日まで、1、2、2日間だね、これ。2日間、ビッグしか現れませんよ。多分、スペシャル釣り場だろうね。スペシャル釣り場の、魚、もう元い、こちら、老子の釣り以来の、釣り場も多分そうなんだよね。すべてビッグのお魚しか現れませんよっていう形になると思うんですよね。まあなので、高木ちゃん僕ビッグが欲しいよっていう方は、ね、僕ビッグの方を集めたいよっていう方はぜひね、こちらを期間逃がさずにね、やってください。ね、必ずね、釣れます。うん、ビッグが。はい、さらに、こちら、ドドンキャンペーン5。望みの釣り堀、オールキング出現中キャンペーン。さ、さっきのビッグでもびっくりなのに、ちょ、やめようね、そんな寒いこと言うの。ねえ。キングになると、はい、期間が1月2日の、6時から1月3日の5時59分まで。まあ、2日間ですよね。いわゆる2、3と。あれ ?1 日か。あ、6時から1月3日。じゃあ1日だね。1日。ごめん。1日だね。ビッグもじゃあ1日だね。この1月1日から1月2日までの、1日24時間と、で、キングが、1月2日の、6時から1月3日の5時59分まで。こちらの釣り堀全部がキングのお魚のみとなっておりますので、じゃあ早速高木ちゃん釣りに行くわ僕っていう人、ね、ちゃんとね、釣りレベルを上げていきましょうね。キングっていうのはなかなかね、でっかいものだと釣れないんですよ。なので、まあ最低でも18、7、8。まあ20あればもう余裕ですかね。20あれば。まあ釣り竿にもよりますけど、釣り竿の内容にもね。うん。なのでそこまでね、ちょっとレベルがないと、ちょっとキングね、辛い、魚がいるので、しっかりとそれまでにね、釣りレベルの、上げていきましょうね。高吉のね、動画もね、ちゃんとね、おすすめ、釣りレベル経験値、どこがおすすめなのかっていうね、動画も出してますのでね、しっかりね、その動画をしっかり見て、レベルを上げてください。さらに、ゲーム中で、こちら、ドドン。はい、ビッグサイズ。ね、全部でね、115種類を釣ると、まあ、1から、10からか。10から115種類釣ると、かなりね、ドラゴンクエスト10の中ですごくね、いい報酬がもらえますので、褒美がね。はい、福引券から黄金の花びらね、メダルチケットすらもらえるというね、あとは装備とか仕草とかね、もらえます。ビッグサイズで。で、キングサイズもさらに、5種類から、85種類まで釣ると、すごいいい褒美がもらえますので、いいね。これ高木ちゃん、あやきちゃんか、これあやきちゃん何も釣ってないから、釣らなかんね。さあ、あやきっちゃんも頑張って、その当日頑張って釣ろうね。黄金の花びら1枚10万ゴールドで売れるので、こちらキングサイズを釣ったら100万ゴールドもらえるよね。25種類釣ったら。で、ビッグをですよ、全部で60種類釣れば、380万ゴールドもらえますので、これね、なかなか普段ね、釣ってない方、釣り吉じゃない方、まあ、釣り吉サンペーターの方は多分ね、こんなも余裕で集めてると思うんですけど、釣ってない方はね、これをちょっと利用して、ビッグサイズ、キングサイズをね、集めてみてはいかがでしょうか。かなりね、いい金策になりますので、ジェムとか使わずに、そう、魚釣りできますので、まあ、ルアーとかない方は、ちょっと借りるときにね、40ジェムとかかかっちゃうんですけども、まあ、もともとドラゴンクエスト10で、竿とか、ルアーとかを用意してる方は、まあね、ジェムとか一切使わずに、キングサイズ、ビッグサイズね、ちょっとこの木に釣れるんで、これぜひやってみてください。ね、お金がないよ。魚釣りやってないから、黄金の花びらもらいたいよって方は、これを機にね、ぜひやってみてください。はい、次、キャンペーン6。モンスター牧場のワルボーウィークということで、
こちらキャンピング期間中はワルボーが毎日モンスター牧場に登場、毎日登場するんだね。普段はたまにしか登場しないんだけどこれ。さらにワルボールーレットに必要なコインがなんと3万コインから2万コインに割引されるということで、まあお得にね、もしかしたら黄金の花びらがね、もらえるね、ルーレットができますよっていうキャンペーンですね。ワルボーを呼び出した場合でも割引は適用されますってことなんで、とにかくワルボーが出てる時に、このキャンペーン中、何月の12月16日から12月23日、これも結構短いね。の間にワルボーが来ますので、まあね、これを機にね、ちょっとしっかりね、黄金の花びら狙ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらね、モンスター牧場となっております。ここに、ほら、出ましたね、2匹いますね。2匹のケラモノがね、ルン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 しながらね、音符を漂わせながら歌ってるよね。まあ、こいつに行くと、ワルボールーレットを回すにして、こちらですね、まあ、くどい顔しとるわね。本来ならこちら、普段なら3万コインなんですけども、期間中だと2万コインになっております。これ、コインが3万コインだよね。まあ、ちょっと引いてみようね。画面をタッチしてルーレットをするんだ。ちょっとまあ、黄金の花びらね、狙いにくいけどね、こんな狭いからね。わー、全然足んない。あ、小さな目だろ。あ、でも嬉しい。30枚ももらえる。ありがとうございます。いや、引き直しません。まあ、30枚で全然十分です。はい。まあ、こちらの報酬が、まあ、2万コインでできるみたいなので、この期間中はね、毎日ね。なので、これを機会にね、当ててみてはいかがでしょうか。黄金の花びら、もしかしたら連チャンで当たるんだよね。10枚当たるんだよね、これ黄金の花びら、確か。で、毎日当たったら、7日間、1週間だから700万もらえるってこと、これ。全部当たったらね、まあ無理だけどね、そんなもん。途方もない確率ですけどね。ね、ソシャゲのガチャよりちょっと広いぞ、この確率。いや、よくないことやな、あんまり。ね。はい、次、キャンペーン7。あのね、みんな、僕が一番伝えたかったのは、こちらなんです。これ、キャンペーンなら、他のキャンペーンは無視してもいい。はい。これだけ取りに来て、みんな。これ、ロイヤルテーブルをプレゼントっていうことで、期間中12月6日から、まあ1月8日、これフルだね。フルにやってる時なんですけども、年末年始スペシャルキャンペーン、スペシャルなパーティーが開ける、ロイヤルテーブルをプレゼント。これね、安西さんになってから多分ね、一回も配布されたことないんじゃないか？めちゃくちゃね、お得なテーブルなんですよ。経験値ももらえるし、なんと、まあ、肉が必要なんですけど、その分、10個いきなりボンってやれますから、かなりね、フレンドさんとかのモンスターが育ってない夏気度を上げたいよっていうね、モンスターに対して、すごいこのロイヤルテーブルってお得なので、ぜひとももらってください。あ、ジャスさんいるね、ジャスさん。ジャスさんに、はい。で、パーティー開始。もちろんこれお肉はその分10個かかりますので、お肉がないよって方はね、ちょっとやれないんですけども、ただね、もらえるだけもらっといてね、もらえるだけ。そしてなんとこの、はい、当たりくじをね、3個引くと、コインがほら4000枚全部で、11万6000枚もらえる。ね、それは10倍だからね、普段のね。そして夏気度も結構上がるわけなんですよね。ほら、夏気度10。夏気度10、夏気度10。ということで、かなり夏気度上げが楽になるテーブルで、報酬も、10倍もらえるっていうテーブルなので、必ずね、もらっていてください。はい、もちろん、これ、1アカウント全キャラもらえます。なので、これポテキチの、キャラなんですけども、ポテキチね。なので、こちらポテキチも2つございます。さあ、次は3つ目がもらえるということなので、なので、全キャラもらえますので、皆さんね、全キャラもらえる忘れないように、このロイヤルテーブルはなかなか配布されません。最近配布されてないようになりました。絶対もらえ忘れないように、気をつけてください。これね、ゲームの中で、魔物使いが転職できて、なおかつ、モンスターを、仲間にしてないと、こちらの画面に飛べないので、しっかりとね、魔物使いをね、転職できるようにしてね、モンスターを仲間にし忘れないように気をつけてくださいね。はい、最後にですね、こちら。まあね、記憶に新しいね、本マグログランプリ、寿司三昧小腹のね、寿司グランプリなんですけども、こちらの、イベント報酬が間もなく締め切りになってしまうので、大量祭ね、お忘れなくね、
もらってくださいね。これ報酬アイテムを受ける白紙のカード3個、カジノプレイチケット3個、勇気の奇跡交換券3個、メタル迷宮招待券3個、本マグロの像が1個もらえるんでね、必ずもらえ忘れのないようにね、これも全キャラね、もらえますので、これポッ、あや、あの、高吉か、高吉でもらいました。はい、ということで今日は、ね、12月6日からお得なキャンペーンがありますので、そちらのログインを忘れずにということで、な、せめてログインボーナスの福引き100倍と、ロイヤルテープだけは、ね、他のキャンペーンはいらなくていい。ガン虫でもいい。な、他のキャンペーンだけは、ちゃんとね、受け取っていくように、お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。